新製品の M ブレーカーを評価するために、まずは SAS304 で従来品の G ブレーカーとの比較テストを行いました。そしてこちらが青が G ブレーカー、黄色が M ブレーカーの各条件のテスト結果です。クーラントの突出量が影響したのか、メーカーの推奨条件ではうまく加工できず、収束 100m の送り100分の8が最も安定した加工ができました。新製品の M ブレーカーであっても、収束 120m や 150m では加工音が非常に大きく、一方送りを上げると切りくずの形状が安定しませんでした。はい、じゃあここからは少し細かいスペックのお話になってくるんですけれども、住友の新製品 WDX ドリルの M ブレーカーはですね、チップブレーカーが非常にフラットになってます。他社製のチップと比べますと、ちょっと一昔前のチップのような、そういった形状になってます。でそれには、理由がありまして、ワークが切りくずに変化する際の、ブレーカーに対する衝撃や抵抗を少なくするという考え方を採用してます。ブレーカーの壁にドーンとぶつかるのではなく、ブレーカーをこうギュッと立たせないでこうフラットにすることによって、スル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 とこう回転してくれるような、コントロールするようなブレーカー、それをこういうチップになっています。2つ目、これがですね、ホルダー剛性ですね。これはメーカーの情報になるんですけれども、他社の
こういったドリルですとか、こう見ると、かなり中心の心圧がですね、厚くなってます。一般的にはポケットが広い方が、切りくず排出性はいいんですけども、まあ、切りくずのポケット、これですね、この溝のところが広ければ広いほど切りくずの排出性は良くなるんですけれども、この部分に関しては剛性とホルダー剛性とトレードオフになってしまうので、ポケットが広ければ、切りくず排出性はいいですし、ポケットが比較的狭ければ、ホルダー剛性がいいと、そういった設計になっており、 WDX ドリルはどちらかというと、ポケットが狭い、ホルダー剛性があるというような設計になっています。